緊急指令、パラダイスシティ市会議員エイジャックス議員殺害で指名手配中のエンジェル・デボイド容疑者を現在追跡中。容疑者はネオシティアクセスゾーンへ向かう姿を目撃されている。全車直ちに急行せよ。容疑者は武装しており極めて危険につき注意されたし。ひどい事故じゃないか。まあ気を落とすね。俺の知り合いに名医がいるんだ。今よりずっと男前にしてくれるさ。ハードさん、私はドクター・シルバナス。今からあなたの整形手術を行います。あ、鎮痛剤が効いてきてますから起き上がらない。ハードさん、あなたの顔面はひどい損傷を受けていて、でもご安心なさい。救急隊員があなたと一緒に ID カードも拾ってきてくれました。ホノグラムを元に整形手術が可能です。 ID カードにある緊急連絡先に連絡が取れるのですが、一刻を争います。顔面も神経も早く復元しないとならない。私の言葉は理解できますね。おい君、麻酔剤をもっと投与して自動手術装置をオンに。わかりました。顔面の損傷がひどすぎて装置なしでは私の手に負えん。無傷の神経までダメにしてしまう。ん？何？心配はご無用、ハードさん。パラダイスシティ市当局の発表によりますと、本日ネオシティの廃棄物処分場から極めて危険な反応性の合成爆薬トリクシーライト80キロが盗まれていたことが分かりました。今回盗難にあったトリクシライトはパラダイスシティをほぼ全滅させるだけの破壊力を持つだけでなく、半径100マイルにわたって被害を及ぼす強い毒性を持っているとのことです。市議会議員暗殺の容疑者エンジェル・デボイドは現在も逃走中で、パラダイスシティ警察はまだ容疑者の足取りをつかめていない模様です。デボイド容疑者を目撃された方は直ちに警察庁まで通報してください。ただし容疑者は現在も武装している恐れが強く、十分な注意が必要だと思われます。現在合計15頭のサイバードッグが市内を徘徊していますが、サイバードッグは遺伝子及びサイバネスティック的に強化され、人間に対する攻撃本能を植え付けられているため大変危険です。ネットセブンニュースのダナ・テイラーがお伝えしました。ハードさん、おめでとうございます。ひどい損傷でしたけれど、あなたの顔面整形手術は完璧に成功しましたよ。検査が済めばすぐに退院してお家に帰れるぐらい。さあ、包帯を取りましょうか。あなた、エンジェル・デボイド！
ここには武装した人間があふれてるわ。なんとかしたい。逃げられない。誰かと思えば賞金首様か。気をつけなあんた。ジェイクでしょ。あなた目は見えなくても雰囲気であなただと分かるわ。ネオシティなんかで何をしてるのかしら。トリクシライト事件の担当になったの。言いたくないなら無理に言わなくてもいいのよ。そうね、この界隈じゃみんなトリクシライトの行方に興味津々だものね。例の組織の YAK でさえ気にしてるのよ。ほら、これを貸すわ。マッハ強小73よ。最高の携帯型プラズマ缶。違法だけどいつも2丁持ち歩いてるの。ここネオシティじゃ2丁でも足りないくらいよね。警官がこの辺りを歩くならなおのこと、これが必要よ。私そろそろ行くわ。気をつけてね、ジェイク。ここはパラダイスシティじゃないのよ。セリーナのバーは情報収集にうってつけの場所よ。でもいきなり手荒なことはしないでね。彼女すぐ発砲する危険な女よ。街にいたの？さあ、一杯おごらせてちょうだい。わかったわ。カードを返せばいいんでしょ？これでいい？ね、エンジェル。は3つのダイスを振って3、6、9のいずれかで割り切れる数を出すゲームです。
まずクレジットカードを挿入して掛け金を決め、3つのダイスを1つずつ振ってください。次に3つのダイスの出た目の数字を掛けます。3桁の数字です。この額がプレイヤーのクレジットカードの残高を超えている場合、掛け金はディーラーのものです。ダイスの目の合計が3、6、9で割り切れる数字であれば、掛け金プラス 50% が支払われます。3つのダイスの目がゾロ目の場合、ディーラーの持ち金の 25% が支払われます。ありがとうございます。タイ、あなたの勝ちよ。イカサマなしで勝ったなんてついてるわ。攻略法がちゃんとあるのね。さ、目をつけられる前に大金を持ってさっさと逃げ出しましょう。ちょっと失礼。あなたは珍しい攻略法をお使いになる。私にもご教示願えませんかな。もちろんお礼はいたしますよ。一度私の店までご足労をいただきたいようですな。場所はここで。アドレスはカードに登録済みですから。それではおやすみなさい。また会いましょう。デジットのカードには特別なオートナビゲーター機能がついてるの。だからカードを車やバイクのスロットに差し込めば、自動的に彼のところまで連れてってくれるわけ。ジャー、見覚えもしてあんたに逮捕されているとよ。あんたが顔を変えてこの辺をうろしてるって、ジュリちゃんが教えてくれたの。さあ、あんたが仕返しするわよ。冷たく冷やして、ジュリアイスにしてあげるわよ。覚悟はいい？随分と冷たい男ね、彼。探したぞ、デボイド。なんとか言ったらどうだ。ストライブに次ぐガンマラリーセクション126にデボイドを発見。即座に集結して懸賞金を我らが手にもたらせ。
の顔を晒して地下鉄に乗る気？気をつけて。線路の上は危険よ。殺人兵器に身を晒すようなものよ。そうなバーね。まあデスセブンだって。懐かしい名前じゃない。何年も前にとっくに解散した宇宙軍の中隊の名前よ。大尉、デボイド大尉じゃないですか。ずいぶんお久しぶりですよ。もちろん私に一杯おごってくれますよね。こりゃ懐かしい顔だ。俺だよ、バットだよ。覚えてるだろう。ほら、ここは昔のまんまだよ。みんなで飲み明かしたっけな。さあさあ、この2杯は俺のおごりだ。ゆっくりしてってくれ。これからはもっと顔出してくれよ。頼むぜ、旦那。で、大尉、元デスセブン部隊シャークスの隊長殿、こんなところで何をしてるんです？忠実な部下にも話せないと。久しぶりなのに釣れないんですね。この2年の間に大尉は随分変わっちゃったんですね。まさか役のプロゾーンに手を出したわけじゃないんでしょうね。まるで大尉じゃないみたい。そうよ、なんだか別人みたいだ。厳しさが消えて、その辺のサラリーマンみたい。どうしたんです？デスセブン部隊の頃の大尉はどこに行っちゃったんです？あの頃の覇気はどうしたんですか？大尉、このゲームを覚えてますか？爆弾ゲームですよ。タイマーをセットして5秒のうちに正しいパスワードを入力する。忘れたはずないですよね。大尉の得意中の得意ですよ。大尉ならできますよね。
さすがタイですね。タイのそのガッツにみんな引きつけられたんですよ。火星騎士じゃみんなそうだったんです。そのおかげでひどい目に遭いましたけど、地球連合の裏切りは今でも夢に見ますよ。私たちにとって最悪の日でしたね。まあ過去は変えられませんよね。これをどうぞ。町のどの通路でも有効なカードです。ちょっと特殊なオーバーライドチップを使ってて、タイが通った後にはドアがショートして開かなくなります。つまり追っ手を振り切るのに最適。タイが何をしようとしてるか知りたくありません。でもデスセブン部隊を甘く見た奴らには思い知らせてやってください。私はもう少し飲んでいきます。そしてこの街から出ていくんです。さあ行ってください。賞金稼ぎの連中がうろうろしてますから、お気をつけて。私のデータベースによると、このトンネルは随分古いものみたいよ。足元に気をつけて。誰？あなた、エンジェル・デボイドね。ジミーによ。ジミーは。ジミーはあなたの裏をかいたってのぼせ上がってたの。そこにサイバードッグが。神様だったわ。ジミー、例のウエットヤーなら冷蔵庫の中よ。ジミーはもういないし、私には使い道なんかないわ。さあ早く芋って言って出てって一人にしてちょうだい。どうやら特殊チップセットのウェットウェアのようね。このチップを調べて解読するには専門家の助けがいるわ。
祈りでもするの？あなたが巻き込まれてるトラブルを考えればそれもいいかもね。何時よ、我の元に来たい。下界の至る所を通りしろ。神の身元への聖堂ならず、我レブゴールドならばこそ何時のさまよえる魂を神と聖霊をわすロブの王国へと誘うであろう。神はゴールドと共にある。ベニル、4はねえ、嫌味でも死なばそこなんだ。とっとと出て行きやがれ。もしどうしても欲しいんだったら他を渡るんだな。本当だよ、これは俺のだ。ああ勘弁してくれ。お待ちしていたんですよ、デボイドさん。早速足を運んでいただいて感謝しています。おっと、そいつを拝見しましょう。随分手の込んだデータベースプログラムですな。このタイプは以前扱ったことがあるが、確か17層にわたって暗号化されているはずなんだ。これは解読には手間取りそうだが。おお、これはまた素晴らしい仕上がり。これぞまさに職人技ですな。ほらご覧なさい、この情報チップには医学情報が収録されているんですが、暗号化プログラムが完璧なんですよ。下手に解こうとするとここにあるシステム全体がダウンしてしまう。どうやらこの情報は医療クリニックで正式に解読してもらうべき。おや、このチップはシンプルですな。収録されている情報は全て公開済みのものらしい。ああこれならここにあるシステムで簡単に解けるはずだ。暗号化レベルも3以下。レベル1ですらない。市長、デボイド警察署長への突然の解任要求について聞かせてください。パラダイスシティ上層部の意向だという噂は本当ですか？それは全く根拠のない噂にすぎません。我々と署長の協力関係は終わりましたが、それは真に友好的な雰囲気の下での了解です。市当局が警察人事に介入するなどあってはならないことです。さらに私とデボイド氏は良き友人でもあります。友人は選ぶべきだったよ、市長。元デスセブン部隊の人間相手ならなおさらな。市長、火星での借りは返してもらったぞ。2年前にあんたらが皆殺しを企んだデスセブン部隊を代表してな。市長だけじゃない、2年前今回と俺たちを甘く見た他の共謀者どもも首を洗って待ってろ。
どうやら5年前の映像のようですが。しかしデボイドさん、あなたも大変だったようですな。こちらは何ということだ。さらに高度な軍事用プログラムですよ。こっちは誰がどう解けるのやら。まったくあなたは興味深い。どう考えてもこのチップの情報は重大機密に違いない。これからしばらく軍事プログラムの解読にトライしてみますよ。檻を見てまたいらしてください。お気をつけて。ベネット出てきやがれ。妙な雰囲気ね。ここには来ない方が正解だったかしら。顔を合わせたくない連中に見つかる前に逃げ出した方がいいみたい。出直しましょう。急いで。デストライブの部族通信は私たちに総攻撃をかけるよう放送してるわ。ジェットからもらったオーバーライドカードを使うのよ。急いで急いで。アンチュン乗ってかねえか。この辺やばいぞ。ほらいいからな、乗ってけよ。さあ早く。このままだと見つかってしまうわ。確かにこのタクシーに乗った方が安全だと思う。散歩向きじゃねえもん。たく、五体無事なのが信じられねえくらいだ。俺だったらネオシティを歩き回るだなんて、無口を治す薬をもらえるったってやだね。緑みんな車だろ。絶対車じゃなきゃダメだって。お客さん運がいいよ。この辺は流しのタクシーなんて普通ないよね。俺が通りかかって本当ラッキーだったよ。だいたい流しのタクシーがいたところで、そんな奴らはみんなジャンキーさ。あんた乗っけたまんま大型車の後ろについてよ、排ガスを目いっぱい浴びることしか考えてねえ。知ってんだろ、排ガスジャンキー。お客さんあんなダサい病気じゃねえよな。お客さん、俺も無口だけどあんたも無口だね。で、俺かい、無口だよ。みんな俺のことをおしゃべりだって言うけどさ、そんなことないよ。本当のおしゃべりってやつは、そりゃうちの姉ちゃんのような人間さ。とにかくしゃべりしゃべりしゃべり。ピーチかバーチク。姉ちゃんの口が閉じているのは物を食ってる時だけさ。ああやだね、おしゃべりってやつは。言わなくていいことまで。おいおい、誰かぶっ放してきたぞ。勘弁してくれよ。おい、てめえ気をつけろ。何やってんだ、なめんなよ。お客さん、ひょっとしてあいつらお客さんが目当てなのかい。お客さん、
まさか賞金が…有名人とアイビアだな。デボイドを捕まえた賞金稼ぎで、お前がここに入るって知って青くなってたぜ。池田を見ると意味がないからな。苦労した甲斐がないとよ。さあダン、可愛がってやれ。称号用にパワーを残しとけよ。デボイドか、そうか、お前、火星基地では偉い英雄だったんだってな。連合軍の最近兵器で皆殺しも食らいそうになったとこ、50人のシャークスを率いて、何人もの市民を救って脱出したんだろう。俺のダチも一人火星基地で死んだ。きっとお前の近くにいたら助かったんだろうな。俺移植神経のせいでおかしいんだ。警察は俺がお前を殺すって踏んでる。今まで何人も殺したからな。だってそうだろう。こんな狭い場所に何人も押し込められりゃ、いい気ができるように間引かないとな。なんで所持品を没収されなかったか、分かるか。前が俺に殺された後、監視の役得になるからさ。だから記録に残したくないんだ。でも俺の所持品検査はすべきだったよな。この火星の絵見るだけでゾッとするわ。私の父は火星基地でエンジニアをしてたの。軍人じゃなかったのに、地球連合と火星独立政府との戦いの時、どっちの政府も市民の犠牲なんて気にも留めなかったわ。父だけじゃない、母も妹も。妹なんてまだ6歳だったの。隠れていた私もデス7部隊の人に助けてもらわなかったら今頃この世にいなかった。
その代わり私は細菌兵器に。風に当たりたいわ。バルコニーに出ません？この街も夜景なら綺麗よ。汚いものが見えないから。レディーの前でいい格好するノウハウは知ってるわよね。この薬イジーシス4よ。範囲遺伝子法に触れる密造ドラッグ。でも最近に侵された私にとっての唯一の特効薬。火星で生き延びた者の必需品だわ。これのおかげで DNA が液状化しないで済んでるの。暑いわ。きっとあの絵を見たせいね。私火星にいた頃、こういう高いビルに住む夢を見たわ。下を行く人がありに見えるくらいの高いビル。ほら、私こんな高いところにいる。かわいそうな人。火星では多くの一般市民が細菌兵器バイオスにさらされたの。悲劇としか言いようがないわ。チーフの仇を撃たせてもらうわ。クズどもに槍を持っていかれたのは残念だけど、素手で殺してあげる。クソデボイド、早くとどめを刺せ。黙れロボ。どうかなさいました？医療チップを持ってる？ならメディア分析室へどうぞ。
チップ情報によるとあんたレイターズ症候群にかかっとることになっとるぞ。この病気は火星独立戦争の時の細菌兵器以外ではかからんのだがな。あんた火星基地にいたのか。ふん、この腎臓病は怖いぞ。何しろ普通の病気じゃない。神経が分子レベルでグズグズになってしまうんだからな。ああ、もちろん最後は死ぬが、死ぬまでがものすごく痛いんだ。どれ、DNA 検査をしてやろう。レイターズかどうかは皮膚サンプルを取ってスキャンすりゃすぐわかるんだ。まあ、あんたの様子を見ればその必要がないことはわかるがね。このチップを記録した医者大バカだ。レイターズにかかった人間が平気で立ってられるものか、痛みで転がり回っとるよ。ゴロゴロゴロとな。それとも維持指数法でも使っとるのかね。ありゃいかんよ。この病気の人間以外には猛毒だし、症候群の症状は収まっても副作用がひどい。だから違法になっとるんだ。ほら、スキャンが終わったぞ。どこでもいいが、端末にこのカードを入れると検査結果がすぐダウンロードされてビデオ画面で確認できるからな。あとは好きにしろ。ああさあ、とっとと帰れ。私は多忙なんだ。レベルの電磁エネルギーを感じるわ。あまり近づきすぎると私のロジック回路が狂ってしまうから気をつけて。ちょっと待って。まさかまた隊員に会えるとは思わなかったな。さあ入って。戦前もののビールもあるし、チキン料理だってある。火星でよく飲んだブランドもんですよ。私年取ったでしょ。7年も経つってのに隊員は全く変わんないね。おお、こっち。最後に会ったのはいつだっけ。そうか、軍法会議だった。確かあいつの時だな。私に何をさせたいんで。おっと、こいつは懐かしいチップだ。お目にかかるのは火星基地以来ときたもんだ。何せ我らが秘伝のデスセブンチップだ。7年間ずっと持ち歩いてたんですかい。当時のままの暗号で解読できるはずと。
は火星じゃない、この町だ。どうなってるんだ。ここに見える色のついた地点が起爆ポイントじゃないのかな。全てのポイントがパラダイスシティの発熱炉につながっている。これらが全部爆発したら両方の町が吹っ飛ばされるのは確実だ。正気の沙汰じゃないですね。私は関わるのはごめんだ。とっとと消えてください。あなたじゃなくてエンジェルが町を爆破しようとしてるって言ってたわよ。ジェイク、エンジェルを止めるか町を離れた方がいいんじゃない？私だって吹き飛ばされちゃうの嫌だもの。証明を確認中。 A5 格納庫へようこそ、デボイド隊。直ちに案内の者が参ります。侵入者発見排除。許しください、タイ。このタイプ3のバカ者はバグが多発している旧型なんです。サイバードック以下のお笑い者なんです。プラットフォームの上にお立ちください、タイ。ジェイク、ここは軍事施設のようね。歩き回るなら気をつけて。罠も仕掛けられていると思うの。
医療情報をダウンロードします。対象エンジェルデボイド、年齢30歳、身長185センチ、体重79キロ、住所不明、職業不明、家族不明。電磁共鳴検査結果陽性の詳細、 DNA スキャン検査の結果、対象の過去の DNA 検査結果との相違が確認されました。電磁スキャンによる検査結果を報告します。放射能汚染の可能性ゼロ、化学物質汚染の可能性ゼロ、15000V 以上の高圧電流帯電の可能性ゼロ、クローニングによる DNA 変化の可能性絶大。結果報告、 DNA が変化した原因としてクローニングの可能性あり、 DNA のクローン培養の際 DNA ドリフトを採用することによりクローン人間の成長は促進され、短期間で成人年齢に達しますが、同時にクローンされた DNA には電磁共鳴現象が引き起こされます。エンジェルデボイドの DNA スキャン検査結果報告を終了します。おっと、お尋ね者発見じゃん。すげえ懸賞金がかかってんだよな。おい、俺ってすげえラッキーじゃんってな。強そうじゃん。行き先を指示してください。ミスターディジットのアドレスに向かいます。リリック、あなたでしたか。例のチップですが、信じられませんな。入っていた情報は町の下水処理場のアドレス、ただそれだけ。本当に価値の悪い冗談だ。まったく腹渡が煮えくり返る思いですよ。本当にくしゃー。おお、失礼。残念ですがそういうことです。デボイドさん、無駄足でしたな。町を救うのよ、あなたならできる。たとえあなたがただの人でも、私あなたを信じてるわ。頑張って。
をさせてくれ。なに、ほんのしばらくの間だ。リラックスしろよ。一体何がどうなっているのか知りたいんだろう。それを話してやる。俺は17歳で軍隊に入った。配属されたのが火星基地だ。1年後には中尉になったし、またすぐに昇進した。隊員としてデスセブン部隊の隊長さ。デスセブンは最高のエリート部隊だった。俺は誇らしかったよ。そして戦争、地球政府は火星をコケにした。移住者たちはまるで奴隷扱いだ。俺たちは火星が好きだった。どうしてクズであふれる地球のために火星が犠牲にならなきゃならぬのかが。当然俺たちは火星独立政府の側についた。そして地球は、いや地球政府は、奴らは人工小惑星を火星にぶつけてきたんだ。信じられるか。放射能が出ないってだけで被害は水爆並みだぞ。そこで俺たちは地下壕にこもらざるを得なかったんだ。今度はそこに細菌兵器だ。多くの市民、中でも数千人もの子供たちが死んだよ。軍人じゃない子供たちがだ。とうとう俺たちは脱出を決意した。救えるだけの市民を連れてシャトルを盗んだ。地球に着くなり俺は反逆罪で逮捕された。ところが議会や世論は火星に同情的だった。やり口があまりに残虐だったからだ。一点俺はヒーロー扱いで無罪放免となったが、細菌兵器のおかげでこのザザだ。ドラッグなしでは生きていけない。だがな、俺はまだ生きていられるだけマシさ。火星で死んでいた部下や子供たちが、あの細菌兵器、あれを使うように命じたのは誰か。俺は部下や子供たちの復讐を誓った。俺は火星に行く前に保存しておいた DNA から何体かのクローンを作った。こんな体の俺の代わりにいろいろと働いてもらったよ。今までお前が出会った俺はみんなクローンだ。ジェイク、ジェイク、お前は俺の最後のクローンだ。仕上げはお前に任せよう。これはトリクシライトの起爆装置じゃ。お前には二つの道がある。一つは薄汚い地球政府の奴らがのさばるこの街を吹き飛ばす。シャトルがあるからお前はそれで逃げろ。もう一つの道は分かってるな。お前の好きにしろ。
来てくれてよかったよ、ジェイク。火星。火星基地によろしく。宇宙の旅はお楽しみになれました？ええ。以前にも火星にはいらしたことがおありですか？ええ。多分ね。デボイドが二人いるぞ。おい、もしお前が殺したのは本物なら、あなたは町を救った英雄ですよ。とにかく署まで来てください。